今回はキリケユーフォニアム3の第7話を見た視聴者の反応を紹介します。それではどうぞ。始まった。先生、開幕未定。また泣いてる。松本先生、ボックスティッシュ持ってきてるのすごいな。道江先生の、若者が頑張ってるだけで涙腺が緩むって、UFO ファンの気持ちを代弁してくれてるような。勝ってる。もう金賞取ってる？やっぱり不大会終わってた。展開が早すぎる。今期は徹底して人間関係焦点でいくわけだ。B チームは伝統的にモナカと呼ばれてるんだな。まさか伝統化してるとは思わなかった。モナカ3人は伝説の OB になるな。スパルタって言うけど先生一気に比べたら描写されてないだけかもしれないけど、教え方優しくない？スパルタ部分をレイナガになってる。部員のモチベージ。あんたもしっかりやりなさいよ。文字コント好き。交換日記見てて思ったんだけど、レイナって滝先生より周一の方が素の自分を出せて相性いいんじゃね？一番は同性の組子なんだろうけど。高3夏でまだ部活か。夏休み返上すぎる。過酷なブラック吹奏楽部。本当の休みはお盆だけ。お盆休みあるんだ。3日だけ？夏が本番とはいえ、大変だな。つまり、自信なさそうな演説しやがって。頑張って声を張ってる演技がうまいな。この組子ドヤ顔。決まったな。受かった奴に教えて偉いね、くのちゃん。本ちゃんメンバーじゃないのにレッスンに付き合うくのちゃんは偉いな。自分が落ちても後輩の面倒見るさっちゃん天使だわ。はずきちゃんも負けてねえぞ。彼女は2年間それを経験している。京都の夏は暑い。浸透めっちゃくすぎる。36度は気持ちでどうにもならねえよ。なんなの。なんかレイナが切れた。唐突な理不尽な切れ方に笑った。駅での組レイ、橋本ちゃんにもう付き合っちゃえよって言ってほしい。一緒にいる時間にこだわりまくるレイナ。もう組子と結婚すればよくない？プール誘う時のレイナの一連のムーブが可愛すぎる。もうすっかり組子に甘えん坊になっちゃったよレイナさん。レイナ高校最後だからめちゃくちゃ出れてて可愛い。高校最後だからって理由で何でも組子誘えるじゃん。お揃い？水着デート。可愛い。レイナ組子のこと好きすぎない？お揃いの水着買って他の子も誘うって何なの？見せつけたいの？別に私はいいけど、きっと本当は良くない。今回は組子の方からまゆちゃんを誘うんだね。どういう風の吹き回しだ組子。ちょっと冷たくしすぎた後ろめたさから誘ってみた。私大きいけどいいの？大学説明会のパンフレットか。かなでちゃんたち、意識高え。進路がふわふわしている組子。組子の進路は何も決まっていなかった。組子降参でそれはやばいよ。え？普通じゃないですか？ってセリフに大ダメージ受けてるように見せる描写が面白い。今のチラッと映った可愛い子誰だ？このたまに映るオレンジ髪の子めっちゃ可愛いよね。貴重な夏休みの予定があっという間に埋まりました。懐かしいなチューバくん。チューバくん生きてたのか。チューバくん、お前はどこで戦っている？キラキラしてる。さりげなく一気のチューバくんの中身が組子だと知ってました。宣言してたな。夏希先輩。デカリボン先輩。デカリボン先輩がデカじゃない。デカリボンが小さくなってる。なんでお揃いのヘアピンしてるの？こいつらやっぱり付き合ってるんだ。ペアルックとかどう考えても着てるじゃん。また仲良しかはしてる。来た途端イチャイチャしやがってこの先輩どもは。後輩にすぐ気づかれるの分かりきった上でお揃いのヘアピンしてくる仲良しかは、明らかに高校の時より大人の階段登ってますよね。イチャイチャするのやめてもらっていいですか？もう少し隠したらどうです？被災し後輩夏希のこと好きすぎ。あそこまで親身に怒ってくれたら好きになるしかないだろ。カホと夏希の開口。カホちゃんはもうすでに夏希先輩より上手い。奏で団忍び寄るダークホース。これ下克上あるぞ。チクチク言葉が聞かない。煽りにもならない。本当に人格者だな。強権被災し器の大きさで負ける。被災しいっつも負けてんな。先輩に構ってもらえてまんざらでもない後輩。アイス差し入れとかくっそいい先輩。この部活90人以上いるから全員分のアイス買ってくの結構辛くない？これが大学生の財力か。デカリボン先輩は相変わらず可愛いな。仲良し川が3期でも見られると思わなかったので嬉しい誤算。レイナらしからぬ。デカリボンとレイナがいい感じに気安く喋れるようになって嬉しいよ。
夏木先輩にも負けてた被災士後輩が勝てる相手いるのか。最近もトム君にも勝てなくなってきたしな。記念パピコ。食ってんじゃねえか。自分自身の影との戦いのような真由ちゃんと比べれば、被災士後輩などただのツンデレに過ぎんというわけか。当たりが柔らかくなって女子に持ってもてになったもトム君に、なんかイライラする被災士とかそういうのが見たいです。そして、次の夏休みが始まるのです。こんな就活イベントみたいなのあるんだ。ここは都メッセだね。クミコの絶望がお助かる。なんかこの二人の差しの話久々だな。進路について、クミコと葉月が真剣に話してるのを見て、高校生活ってあっという間だなと感じました。葉月ちゃんもちゃんと夢が。葉月ちゃんはまあ似合ってそう。面倒見のいい葉月ちゃんママに面倒見られたいです。軍曹先生いい先生だよな。まあ進路のきっかけなんて人それぞれだからな。先生の言葉でもいいのだ。全員見てくれてるんだよね。すごくない？これまでの活動、暗躍見てると教師本と向いてると思うんだよな。クミコ先生。ピンク丸ほっぺ可愛すぎる。何ですか、これ。何ですかこれ、本編でもネタにされてるんだ。どうしてクミコは高3にもなってまだ進路を決めていないのか。お姉ちゃん。ノースリーブありがたい。お姉ちゃんはでかいのにクミコはなんでクミコなんだ。意外と少ないなトランペット。そういえばレイナ以外のトランペットキャラの印象が全然ない。3年の夏休みで進路決まってないのはやばいな。仲直りしてる。家族仲が良好になってるな。姉と衝突した結果、丸くなった大前パパ。出た。安定した仕事。大前ママはすぐそういうこと言う。1万回聞いたねこれ。変な表現だけど、以前より姉妹の顔が似てきた気がする。美容師志望はもう笑える話になってるのか。ネタにできるくらいになったのか。あのギスギスハウスがすっかり打ち解けて、お姉ちゃんとこうやって話せてるの、それだけで泣けてくるの何？この反転みたいなの何？湯上がりパパ、お父さんの貴重なサービスシーン。前からそんな気はしてたけど、このアニメで一番あざといのさては大前パパだな。プールだ。水着かい。サファイアのデカ尻。みっちゃんいいよね。さっちゃんの水着かわいい。サリーちゃんでかい。黒髪ロング美少女で巨乳で神社の娘の巫女全部乗せみたいな女の子だ。メガネがないと誰だおめえ。神社の時も思ったけど、地味に弥生ちゃんがオシャレ。あとメガネ取ったスズメも可愛い。くーこれこれ。レイナでかすぎんだろ。スズメ、おう。さらに一年経つとあんなに。かなで、高坂先輩は別格でしょう。クミコ、私は？ねえかなでちゃん私は？ケンジャキちゃん可愛い。剣崎スタイルいいな。この武戦力高すぎる。何そのにおわせ水着。上下交換したんか。バッグまでお揃いかよ。OG がお揃いのヘアピンで登場したんだ。水着交換くらいしないとな。仲良し川に対抗して、レイナはそういうことやる。リリリン先輩でかくない？でかいよね。デコ出しツインテって子供っぽい感じの髪型と体つきのギャップでやられる。無害な可愛い小動物っぽい雰囲気でガードを下げさせてから懐に飛び込んで攻める、鎧塚先輩も落としたリリリン先輩の卑劣な術だ。クミコの谷間が見当たらない。レイナはクミコのトップスつけてきつくなかったのだろうか。さすがに交換したのはボトムスだけだろう。冷静に考えたら上は交換できないよな。サイズ的に。なんてこと言うんだ。なんで市民プールにすく水で。ツバメちゃんの水着グッドです。とりあえずママの色気がヤバすぎた。差し障りのない会話。探り入れ合い怖いよ。私もクミコちゃんと上の水着交換したかったな。もしかしてすでに眉かけるツバメのフラグ立ってた？眉ツバものだな。うまい。これはカホちゃんも笑うはず。ママもしかして本質的には人の心がわからないタイプだったりするのか？自信は自分がないなんて言うけど、黒って何色にも染まらない色。見てて楽に何かものすごい意志を持ってるようにも感じる。眉は絶対に何か深い闇抱えてるだろ。空気読めないにしては発言がいちいち意味深なんだよ。でもこだわりがないから UFO 受け持つことになったって説得力があるかも。中3のクミコが全く成長しなかったのが眉というのがしっくりきた。眉がリズに言及してるということは窓を開けない世界線とも取れるのだろうか。いいですよね。最後の敵は過去の自分の息写し。クミコが中学の頃のメンタルの相手に今さら負けるわけねえから。そうだよね。ここでリズと青い鳥を持ってくるか。
二人がやっと一緒のフレームに収まったと思ったら、今度は飛行機雲で分断を表現しているのか。他に動物はいるのに、リズは青い鳥に固執するから欲張り。なるほどなぁ。眉なりに溶け込もうとして空回りしてんのかなぁ。組み込みバリア張られてるのも感づいてるでしょあの感じ。バリア張られたとしてもそれはそれでいいんだろ。眉本人は青い鳥にこだわらないように、組み込みもこだわらない。バリア張られたまま一定の距離感で付き合える。眉を強く意識してるのは組子の方だから。壁を作ってるのは組子か眉か、微妙なところだね。組子は独白で眉への苦手意識の原因に気づけたが、眉側の気持ちがわからない。なんか組子に、皮肉というか、それ言われてどう反応すれば？って思う発言が多い娘。好き嫌いに固執しないような人のことを、好きになることはない。眉自身のことを言っているのか。ママは要するに自分のことが好きじゃないんだね。黒水着に白ワンピとかすげえなこのまま。これもうこ持ち人妻だろ。黒い先輩、その写真焼きましお願いします。眉の掘り下げをやるとしたらセイラ時代をやらざるを得ないと思うんだが、全国前あたりにぶっこんでくるのかね。眉は他人が仲良くしてるのを見るのが好きなんであって、自分が誰かと本気で仲良くなるのは怖いと思ってる。仲良くなっても天候でいずれ別れが来るって経験を繰り返してるから。だから表面的には仲良くするけど、意識的に心の距離をとってそれ以上踏み込もうとしない。写真にも自分を映り込ませない。後で見ると寂しくなるから。でも組子はその心の前に踏み込もうとしている。自分の縄張りを荒らされたと感じてるのは、組子も眉もお互い様なのかも。画像じゃなくて現像してくるんだな。この写真の封筒がもはや懐かしい。いいねで買おう。元む、黒い先輩、緑先輩の写真焼き増ししてもらえますか？原作にはなかったママの詳しいキャラ描写でママの気持ちが分かってきた。組子も近寄ってなんかいい感じになってきた。と思ったら最後の現像失敗した発言ですよ。ママはなんでそこまで写真残したがらないのか。自分が嫌いだから自分が写ってる写真を見たくないんだと思う。まだ北宇治の一員になれてないことを示しているとか？窓も閉まってたし。自分の居場所はここにはないって感じなのかね。移民のごとく引っ越しばかりしていると居場所というのを探すことすらしなくなるんだろうな。居場所を見つけてもまた動かないといけなくなるの辛いし。風景の写真と他人の写真ばっか撮ってて、自分の写真は集合写真ですら欲しくないって、徹底しすぎててなんか怖いよママ。原作以上に眉が底の知れない不気味さみたいなのを出してきてて、これは素晴らしい。相手のことを知ろうとした時にはもう何もかもが遅かった的な不穏な感じ出てるの何なの？少し眉のことを理解できたと思ったら最後に溝作ってきて怖い。喜べ組子、ここからは手加減抜きだ。本気出すってことなのかねえ。お前の望みを叶えてやるってことか。この飛行機雲二人の間の壁ですか。北宇治は実力主義。望み通りだよな。毎回オーディションで決めるってことなので誰が入れ替わってもより良くなるはずだって部長も言ってたし。ねえ部長？なんかよくわからないまま変な形でお互いに宣戦布告しちゃった感じに。ママは宣戦布告したつもりなんてこれっぽっちもないよ。そうやって欲しいって望まれたからしっかり演奏するねってだけだよね。最後に言ってた通り組子ちゃんがそう望んでるんだよね。そうするから。そのままの意味だからな。クラゲだからな。周囲の流れに乗るだけよ。買っていいのかどうか迷って吹いたんだったら、眉が手を抜くつもりがなくても全力の演奏にはなり得ないだろう。今回は、辞退しようか発言抜きでかかってくるとなると、前回とは迷いがない分手強い。眉先輩前回も本気だったとは聞くけど、やっぱりソロになるのかな。この感じは、関西大会で眉先輩がソロに選ばれて、全国大会で組子がソロに選ばれるのが一番後味が良さそうだがどうだろう。苦い味もありつつ、それをも乗り越えて悲願の金賞を取るってのもそれはそれで青春だからな。そして、次の曲が始まるのです。おいおい水着界とは思えない不穏な引きだな。この不穏感、この悪い意味でのドキドキこそ UFO の真骨頂よ。こんな怖いサービス会があってたまるかよ。葉月ちゃんは可愛いね。眩しく見えるぜ。何も考えてないと思ってたんだな。失礼だな組子。何も考えてなさそうで組子より将来考えてるだろ。不穏な感じ含めて組子たちのいろんな表情とか掛け合いとかいつにも増して見れたから個人的には大満足の回だった。ご視聴ありがとうございました。